て方が間違ってるかどうか不安になる時はあります。子育て、お母さんたちが自信がないっていうね、お母さんたち、お父さんたちよく出会いますね。なんか情報がいっぱいあるじゃないですか。で、ありこう世の中にあふれてる情報の中で何を拾っていいか不安になってる。将来的にこんなことがうちの子だけできなくなっちゃったらどうしようみたいな不安。だから私が正しい親でなくちゃいけないっていう肩に力がいっぱい入っちゃって、それで結構しんどい思いをしてる。この子ども夢パークっていうのは何でも挑戦できる、子どもたちのやってみたいっていうのが溢れてる場所なんですね。今の社会ってボール禁止だよとかバット振っちゃダメだよとか禁止禁止じゃないですか。そんな中で子どもたちが思いっきり歓声上げながら、ナタで薪割りもできる、自分たちで火起こしもできる、それから木登りでも何でもやってみたいということに挑戦できる、禁止を持たない、自分が主体になって思いっきり遊ぶ、そんな環境を私たちは大事にしていきたいと思って作ってきました。今の子どもたち一つ一つ親に確認を取ろうとする。これやっていい、大丈夫、怪我しない、そんな風に子どもが自分の頭で考えて判断する力も奪っている。で、失敗にすごく臆病になってる。本当はこの乳幼児期あるいは小学生の間とかのこの時期に一番大事なのは安心して失敗する、今失敗しないでいつ失敗するのっていうことなんですよ。子どもにとって大切なのは失敗させないように先回りすることではなくて、いっぱい失敗しよう、今はいっぱい失敗してそこから生きていく力育んでいくんだよ。じゃあ親にできることって何でしょう。僕はお母さんたちに伝えたいことにクーネル出すって言葉を作ったんですけど、要するに親ができることって、ご飯食べられてる、寝れてる、うんち出てる、親ができることってこれに気にすることぐらいなんですよ。ゆる親でいいんですよ。子供は失敗していい、でそれと同じように、ね、親だって失敗していい。例えば子供が5歳になったんなら、親だって親になって5歳なんですよね。だから子供と同じように失敗していいんですよ。で、子育て難しくいろいろ悩むかもしれないけど、大切なことはたった一つ、生まれてくれてありがとう、これを届けるだけなんだね。あなたがいてくれて幸せだよっていうこのメッセージがきちんと子供のもとに入っていったらね、子供はもうそれだけでちゃんと生きていけます、ね、だから大切なのは生まれてきてくれたあの時を思い出してありがとうを伝えること、これだけで大丈夫です。